フライ級3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦です。赤コーナーには世界王者の四郎がついている末國竜太、現在19歳。そしてこちらはデビューから負けなし、那須川会長が身振りで指導していきます。平山、3分3ラウンド延長1ラウンドの次のプラン、フライ級 51.5キロ、3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦です。この試合の放送席です。初代ライズクイーンミニフライ級王者の寺山ひなたさん、そして元ライズフスーパーフェザー級暫定王者の勝野さんです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。いや寺山さん、またこの試合も面白い試合ですね、はい、いや面白い試合、結構裏メインじゃないかなってくらい私は結構この試合楽しみにしてました、はい、どういうところがポイントになりそうですか。そうですね、まあフライ級のこうスピード感もそうですし、まあ、この勢いのに乗ってる平山選手が、はい、こうまあ、戦績だけではこうベテランの域に達しているこう末國選手にどうアプローチしていくかっていうのがすごい楽しみだなと思ってます、はい。そして勝野さん、はい、やはり 51.5 キロスピード速いですね。いやもう末國選手はもう今までランカーだったり王者だったりとしのぎ削ってきた選手で、そうなんですよね、本当スピードが持ち味なんですよね。めちゃめちゃ速いんで、あと多彩な攻撃だったりとか、はい、そういったところを見ていきたいですね。対して平山選手はあれですよね、サウスポーでなんですけど、右の攻撃はうまいですよ。右のミドルだったりとか、はいはいはい、ああ飛び膝、平山が攻撃を仕掛けていく。そしてここで手数をまとめていきます。あー、左ピック。今見てもらったら分かる通り、多分聖君選手入るの苦労すると思うんですよ。あー、なるほど。右が上手いんで、右フックを伸ばしていきました平山です。あー、ちょっと後頭部を押さえていた聖君ですけれども、ダウンを取られました。ここはゆっくりと時間を使って立ち上がります。いや気持ち切り替えたいですね。そうですね、試合続行なんで、ああこの右が顎を捉えていきました末國です。身長でいうと7センチほど平山が上回っていますが、ラッシュラッシュ、ここもパンチをまとめていく。あ、これ右ですね、右で追っていく平山に対して体勢を入れ替えました末國です。いや寺山さん、この平山のプレッシャー、圧力すごいですね。そうですね、でまあ、パンチも蹴りもこう、パンチも蹴りも両方とも、出して、両方とパワー強いんですよね、はいはい、平山選手なので、すごい末國選手はやりづらいですよね。この上下に打ち分けていく攻撃、あそしてこのパンチに力があります平山です。右利きサウスポーなんかはもしかしたらかもしれませんね。やったら強いですね。強いですね、バックボーンは空手という平山優斗、やっぱ右手あんだけ強く打たれるとやっぱスピード乗れないですよね、末國選手。前手のパンチがあれだけ強いとっていうところですね。これで中に入っていけるかどうかという末國です。まずは蹴りで止めてからでいいと思いますね、はい、末國選手焦らず、あステップを踏んでボディを打った後、ワンツー顔面に打っていきました、うん、下から崩していった方が当たると思います、はい。ステップを踏んでいるのは末國竜太、前回の試合から空流からリングネームを変えてきました。覚悟を持ってこの関東に乗り込んできました末國です。あいや白熱のラウンドが終了しました。平山優斗、そして末國竜太の一戦です。これが、まあ、ダウンシーンという結果になったんですが、あちょっと頭をマットにぶつけたような感じになりました末國です。前回でもワールドシリーズで野田葵選手が、交錯して頭からかな、はいはいはい、落ちたと思うんですけど、あの時も今みたいな似てるシーンで、立ち上がらずダウン KO だったかなまで行ってしまったと思うんですけど、こういうグレーなところはやっぱ選手若干あれだとしても立ち上がった方が最近の傾向としてはいいと思います。これやっぱ切り替えなきゃいけないっていう部分ですかね。ああいう立て立てってレフェリーが言ってる間にずっと立てないとああいうダウン取られるので、もうああなったらもう仕方ないって切り替えて立った方がいいと思いますね。そうですね、大事に出られる選手は、さあ第2ラウンドが始まりました。
緑のトランクスが末金龍太、そして白のトランクスが平山優斗です。末金選手はここでもひっくり返せる力を持っていると思うので、気持ち切り替えてもう本来の動きして光る、逆転してもらいたいですね。そうですね、一つを踏んでいるのは末金です。第1ラウンドは非常にプレッシャーをかけていた平山、平山選手、ね、狙いすぎると良くないですよ。はい、まあ、1ラウンドみたいに右右右でしっかり左までつなげだったりとか、いやですから狙いすぎると寺山さん、こう手数が出なくなってくるところもありますよね。はいはい、なので逆にこう手数出してってこう出してった方が、まあ、スイクン選手からしたらやりづらいと思うので、はいはい、あいやいやいや、続けた方がいい。あ、ただここは試合が続行している、試合が続行している、そこを平山がまとめていく。いやラッシュラッシュ、バッティングをアピールしている瞬間ですが、気持ちは分かるんですけど、審判が止めるまでは続行なんで、そうですね、あそこをね、勝手に止まっちゃうと、自分がもらってしまってダメージがさらに増えてしまうので、ああいうところを気に入っちゃダメですよね。そうですね、いや何発かいいパンチも寺本さん入ってますからね、シェイクには、左のフックなので顔面を捉えているというところもありました。いやですけど勝間さん集中力ですね。いやそうですね、でもこの試合見てる選手たちもそうなんですけど、やっぱこういうところで自分はやらないぞっていうのを勉強してほしいと思います。なるほど、完全にレフェリー止まるまでは絶好です。そうですね、あこれは振り払った。さあ距離を詰めていく、セクニー距離を詰めていきます。あここは左を当てていく。あそして膝、徐々に徐々に末國選手の当たってきましたね。ここからですが実力が出てくるのは、さあ回転を上げていく、ギアを上げていく末國、ドーマー氏は平山優斗ガードしてましたね、スピード落とさず勝ち回したいですよ末國選手は、はい、あーとこれで左、また左が末國入れていきました。相手ごちゃごちゃさせるとやっぱ隙どんどん生まれてくるんで、末國選手、はいはい、たまらずにここ手数手数ですね。いや末國ですが、いや時折見せる膝もいいですよね。そうですね、あそして左ストレート前に追っていく、末國が詰めていく。平山選手右右右右出さないと、もうこのタイミングで出さないと遅いですよ。あそうですか、あ平山なかなか手数が少なくなってきました。第2ラウンドに入ってギアをどんどん上げている末國、あここも右が入ります。平山選手の右が出力落ちてきてるんで、末國選手はその左クロスで合わせたいですね、かぶせたいです。あの平山の右が落ちてきているからどんどん前に出ていってるっていうところになってきてる。そうですね、あの右の出力落ちてきてるんでプレスも弱くなってきてるんで、末國選手やっぱもったいないですよね。よいしょよいしょでちょっともったいないところが出てるんで、はいはい、あここ寺山さんバッティングのところですよね、はい、ここね、バッティング、まあ、あのダメージにもあり残りますし、気持ちは分かるんですけどね、あの、はい、風間さんがおっしゃる通りこうあのレフリーが止めてないときはまだ試合中なので、そういうところを気抜いてしまうとね、松本天選手、そして奥平翔太選手、イケメンだな、綺麗なお顔ですね、松本天守のこの笑顔同じフライ級です。さあ第3ラウンド、ちょっと寺山さん、はい、平山が止まったところがありましたね。そうですね、まあ、あのこうラッシュ仕掛けてきてこう攻め疲れしちゃった部分もあるかなと思うんですけど、まあ、最終ラウンドなので平山選手はこうどん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 あの攻撃手数増やしていきたいですね、はい、現在ライズのフライ級6位にランクされている平山、デビューから負けなしの3連勝、ただそこに対して末國、平山選手まだ2ポイント取ってるんで、どう3ラウンド目使うかですよね。イーブンでもいいと考えるのか、ちょっとも取りに行くのか、ただここでそうですね、奪っていく、そうはさせない末國、末國のラッシュ、いやどんどん精度上がってますね。そうですね、やっぱスピードとスタミナがやっぱ上なんで、やっぱ後半に何にかけて自力の差がどんどん出てきてますよね、はい、いや寺山さん、やっぱり末國これまでこう強い選手たちとどんどん戦ってきてるっていうのが出てきますよね。そうですね、それもありますし、まあ、セコンドにいる白選手の圧力もやっぱりね、怖いものがあると思います。なるほど、バッティングがあったようです。平山が
なり痛そうな表情を見せています。お互いでこの後ですね、お互いなんで、はいはい、ニュートラルコーナーに一旦離されます。残り時間はまだ2分あります。第3ラウンド、いや今ドクターチェックが行われている平山優斗です。末国優太は今年の2月にようやく延長の末に判定勝利で霊也に勝利して、広島から覚悟を持ってこの関東にやってきました。どんどん良さが出てきてますよね、末国選手。スピードが、そうなんですよね、やっぱ速いなっていう、19歳ですからね、まだまだ19歳です。塚本モーム、そして田丸、さらには松本天使、名高エイワスポーツジムと戦ってきました。いやですからかなりの強い選手たちと戦ってきてるわけですよね。実力者なんで、さあどうでしょうか。ここからですよ。ここですね、まだ2分あるんで、はい、気持ち切り替えて、さあ第3ラウンド試合が再開します。第2ラウンドからどんどんとギアを上げている末国龍太。広島の選手は見ない見ない、そう入られるんだ。強烈だ。そして右振っていく、パンチからキックにつなげていった平山ですが、ここはダウンではありません。いいですね、切り替えられてますね、選手は。いや寺山さん、平山手数欲しいですね。欲しいですね、このままだとこうもう完全に今末国選手のペースなので、もっと手数出していきたいですけど、まあ、なかなか苦しい時間帯ですよね、はい。さあ残り時間1分30秒、第3ラウンド半分を切りました。いや完全にやっぱ技術の差というよりはスタミナの差が出てきてますよね。あ、なるほど、そして末国の加藤さん、回転力もどんどん上がってますからね。早いですね、やっぱパンチスピードも平山選手落ちてきてるんで合わせやすくはなってきてるんですよね。あ、はいはい、あここはイエローが平山に与えられます。限定1ですね、はい、今でもイーブンになってるんで、このラウンド落とすと平山選手、あーまっすぐ3名を捉えます。焼けてしまう可能性はあります。ダウンを奪っている平山ですが、その後減点などもありました。第3ラウンド残り1分、いやー和馬さん、末国どんどん盛り返してきます、そうですね。ただ平山選手疲れてきて頭が落ちるんで、パッと気をつけた方がいいですよ、はいはい、頭落ちるんで、きついのは分かるんですけど、あ、左それと左、末国がランメを捉えていく、あ、キックを返していく平山ですが、この末国の突進が止まらない。そうですね、そこはしっかり逃がさないで蹴りまで行きたいですよ、末国選手、パンチだけになっちゃってるんで、大技が来た、ストレート、はい、まで繋げられると、うん、大技まで繋げた、ちょっとパンチ一辺倒になってきたようになりますね。パンチも顔だけになっちゃってるので、はいはい、蹴りとかで散らしたり、それこそハイキックでこう、タイミングとかずらしておきたいですよね。そうですね、できる選手なんで、うん、あ、残り時間が10秒切ってきます。第3ラウンド右から入って相手を追い詰めていく末国、左ストレート攻撃出していきたい、平山選手出していきたいです。あ、平山なかなかパンチが当たらない。ここで第3ラウンド終了。やっぱり強かった末国選手。そうですね、九龍から試合を、あ、名前を変更して1試合目的確に相手を削っていきました。ただ平山選手も後半落ちてきてしまったんですけど、1ラウンド目の強さっていうのは本物だと思うんで、はいはい、また課題見つかったと思うんで、スタミナだったりとかフィジカルだったりとかっていうのは、まあ、次面白いと思いますね。ここで判定どうなるかですよね。まだ減点1とダウンダウンありますからね。どうなるのか。さあ両選手判定にもつれ込んだ回転はどうなっているでしょうか。連勝を伸ばすか平山。それでは審議結果をお知らせします。ジャッジアキア28対27、赤末国、赤末国、ジャッジ永瀬28対
27、あとはスネークに、あー、スネークに2ポイント、28-27、あとはスネークに、以上3対0で、3対0でスネークに龍太勝利ということになりました。後半すごかったですね、大逆転という結果になりましたが、ただもったいない場面もあったんで、はいはい、師匠の志郎選手は鼻折れてでもやろうとしてましたから、そこは師匠を見守って確かにそうですね、繋げてほしいですね、いや自分から試合を止めるっていうところは志郎選手にはないですからね、バッティングして鼻折れてでもやろうみたいな感じですか、ね、確かにおっしゃる通りです。ですからそのあたりっていうのはまた寺山さん、はい、こう課題が残ったっていう部分はあるかもしれませんね。そうですね、まあ、そういうところをしっかりとこう練習して、またこうまた上のランカーの選手たちと末國選手やっていくのも楽しみですし、平山選手もね前半すごいいい動きしてたので、フィジカルとか体力の部分をしっかり練習積んでまた見たいですね、はい、第8試合フライ級3戦3ラウンド延長1ラウンドの一戦、末國龍太と平山優斗のフライ級のランカー対決、判定3対0で末國龍太が勝利しています。